今から市立病院における診療体制等について記者会見を始めさせていただきます。亀井市長から発表させていただき、引き続き報道関係の皆様から質問をいただきたいと思います。それでは亀井市長お願いいたします。ご多忙の中ご参集いただきまして誠にありがとうございます。かねてから申し上げてきたところでございますけれども、この4月からの市立病院の診療体制につきまして、大方のところが整ってまいりましたので、4項目について発表させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。かねてから病院のこの環境づくりにつきましては、この医師の処遇の改善でございましたり、あるいはまた医療機器の、最も新しいものへ更新していく作業であったり、あるいはまたドクタークラークといいまして、ドクターというのは診療をしているだけではなくして煩雑な事務も持っておるわけでございますが、それをお手伝いするドクタークラークを導入したり、あるいは看護師とそれから患者様の数の割合を1対7、今だいたい1対10の病院が多いわけでございますが、1対7に、整えていきたいですね。そういう、作業をしていく中で、名張市立病院頑張ってるやないかと、注目されるところともなってまいりまして、いて、ドクターも目を向けていただくことになって、それがだいたい整ってまいりましたので、ただいまからご報告申し上げたいと思います。まず1項目目の医師の増員についてでございますが、資料の通りでございまして、本年4月から新たに外科医師が1名を採用するとともに、卒後臨床これは前期研修を終了いたしました内科医師2名が引き続き勤務いただくこととなります。今研修しておるのは4名おるわけですが、そのうちの半分名張市立病院へ残りますと、こういうふうに言っていただいたわけでございます。また5月からは総合診療科医師1名を採用いたしまして、常勤医師では計4名が増員となるわけでございます。それから三重大学等の寄付講座についてでございますが、これ今月19日にその内容が整いまして調印をさせていただいたところでございますけれども、本年4月から新たな地域医療再構築への取り組みとして、伊賀市とともに三重大学に伊賀地域医療学講座を設置することとなりました。これに伴いまして、名張市市立病院の診療現場をフィールドに研究教育に取り組むために、新たに常勤2名非常勤1名の医師が派遣されることなど、三重大学のさらなる連携と協力体制が深まることになりまして、市立病院の診療体制が充実が図られたところでございます。これによりまして、総合診療の常勤医師が1名、それから循環器内科の非常勤医師、週2回来てくれるわけですが1名、それから、9月からの予定でございますが、総合診療科常勤医師1名が、来ていただくところとなりました。それから3項目目でございますが、卒後の臨床前期研修の新規採用でございますけれども、本年4月から現在の卒後研修前期研修医2名に加えまして、新たに研修4名を採用し、6名が市立病院で研修することとなるわけでございます。これにつきまして表をつけてございますので、資料1をご覧ください。今3月現在は内科医が6名、外科が2名、脳神経が3名、整形が3名、眼科1名、小児4名、麻酔が2名、21名ということでございまして、研修医が4名で、合計25名で体制でやっているわけでございます。4月の1日からは内科が3名増えます。これは初期研修の研修を終了した者2名がここへ加わるわけでございます。それと三重大学の寄付講座から総合診療がで助教が1名加わるということで、3名増えまして9名になります。そして外科が新規採用が1名で3名になるということでございまして、小計で4名増えて25名、
研修医が2名、去って4名、増えますので6名順増でございます。それで、合計31名体制となるわけでございます。それから5月の1日になりますと、三重大学の医局から総合診療科より、1名また増員をいただく10名になるわけでございます。それで32名体制となります。それと9月のになりますと、三重大学の寄付講座から准教授が1名来ていただくことになりますので11名内科に体制になるということで、これで33名体制ということになるわけでございます。ゆりの里介護老人ホームの老人保健施設のゆりの里では1名常勤がおりますけれども、これはカウントはいたしてございません。まあ、今そういう体制となりまして、あと4月から新たに乳腺外来女性のですねも、まあ、スタートできるという状況にもなってきております。続いて元の資料にお戻りいただきまして 4項目目の新しい医療機器についてでございますが、地域医療再生基金事業を活用いたしまして最新鋭の医療機器をの更新導入を図りました。主な導入機器といたしましては、血管造影撮影装置、 CT 装置、全自動の生化学分析装置、患者監視モニター、 X 線撮影画像読み取り装置、手術用の医療機器などでございまして、総額で4億500万円でございます。再生基金2分の1を活用させていただきました。その資料として付けさせていただいておりますのが、この資料2でございますけれども、この血管造影撮影装置につきましては、もう今ではご案内の通り心筋梗塞であったり脳梗塞であったりですね、治療にもこれもう使われるところとなってまいったわけでございます。それから CT 装置につきましても、これは80列160スライス輪切りにしていくという装置でございますけれども、まあ、胃がんにはないようなものでございます。それと、まあ、この写真を見ていただいたとおりですが、自動生化学分析装置であったり、患者監視モニターであったり、それから X 線の一般撮影、画像読み取り装置、これがドクターがそのデスクでいて、いながらにして、これを、まあ、見ることができるというようなものでございます。それから C アームの装置、これ整形なんかで使われるものでございますけれども、まあ、骨折であったりそんなものを治療しながらですね、これをで確認しながら治療ができると、まあ、こういうようなものでございます。それで超音波装置でございます、エコーでございますけれども、まあ、最新鋭のものを購入する、それから内視鏡のビデオスコープとして、まあ、こういうようなものを添えるということでございます。続いて、このその他の項でございますけれども、実は私立病院がこの4月21日をもちまして、15周年を迎えるわけでございます。それでこの4月の21日に、まあ、15周年の記念事業を、まあ、させていただきたいというふうに思っているところで、ございますけれども、それがまあ次の、資料に付けさせていただいてございますけれども、これきちっとしたものが固まりましたら、またご案内をさせていただきたいと、こんなふうに思ってございますので、どうかよろしくお願いいたしたいと思います。まあ、この医療再生に向けては、院長を筆頭にですね、スタッフ一丸となって、まあ、病院の魅力ある病院づくりに取り組んで、来ていただいた。その成果が現れてきて、こういう、まあ、貢献してきたんだなというふうに思わせていただいております。それで、まあ市民の最も安全安心の部分が救急医療でもございますので、この部分を、まあ、しっかり、まあ、対応できるような体制をですね、より作っていけたらというふうに思います。まあ、実は元正直なところを言いますと、現在の状況がどちらかといってマイナスになってしまっている状況で、まず増えるということで
疲弊をきたさないようなことには一番大切になってくると思います。そして当然増えるということで現在救急をやってるわけですけども日にちが増えるわけではないんですがやはりもうある程度もうなんか目いっぱいになってきた時にもう受け入れられないような時が出てきたことがこれまでにも何度かありました。そういうことが減らせるんじゃないかなというふうに思います。そしてあと内科例えば内科で言えば人数が少なかったためにあまりたくさんの人数をそういうふうに当ててしまうと入院患者が増えすぎてしまうともうそれによってうまく病院が回らなくなってしまう、あるいは疲弊をきたして辞めてしまうということが起きる可能性があって、ある程度は僕の方で調整はしてたんですけども、それをもうちょっとたくさん入れることができるんだな、そういうふうに思ってます。で今200ベッドがあるわけですけど、それを十分に稼働率を上げるようなこともできるんではないかというふうに考えます。まあ僕がここへ来て、そしてどんどん医師が減るようなそういう場に目の当たりにして、そしてやっぱり医師の疲弊とかそういうことがあって、これからどうなるのか、そういうような時にやはり市の方からこういういろんなバックアップしていただいて、そして環境づくり、つまり医者が残りたい、そういうような病院づくりっていうのをしてくださって、そしてそれで今月のようなことに来たということは大変嬉しいです。で、あとこれからなんですけども、先ほど市長が言われたように救急医療、そしてその他入院患者それぞれを見ていく上でもっと今よりも充実したような形でしていきたいです。ただし先ほども言いましたようにちょっと油断をしたらまた前のように戻ってしまう、そういうことの意味では市民の皆様が病院の医師、そしてその他のスタッフも含めてなんとか育て上げていくという、そういうような形ができたらもっと医療になっていくのは、やはり市民の協力なくしてはできないことだろう。具体的にその市民に求めることというのはどういうことですか？やはりいろいろ病院の方になるのに最近は大変協力してくださって良くなったんですけども、以前言われていたコンビニ受診とかそういうようなこと、つまりそれも大変市の地下の高校の方とかそういうところからいろいろ講演とか教育をしてくださって、いろいろそういう、そしてあと輪番制を敷いているのの、そのようないわゆる規則のようないろいろ守っていただかなきゃならないようなこと、そういうところを皆さん協力していただいて、次第次第に良い方向に向かってきたんではないかと。